あ、来月市場デビューします。初心者の心構えは、はい、初心者の心構えはですね、はい、どうぞ。初心者みたいなもんですからね。はい、初心者はね、分かるものだけ買うと。ああ、でもまあいいんじゃない。あとその、人間の心理的にうわこれめんどくせえなっていうものを買うっていう、他の人がね。うん、うん、そうでもね、ね、1回目2回目の市場でその坊主とか全然あるやん。ある。だから何も買えんかった。でも何も買えんかったでもいいと思うんですよ。でも買い手がつかないのだけ買ってれば「はい」とか言ってればいいんじゃない。なんか全然俺も最初買えんかったもんな。いくらって言ってんのに誰も声を上げないものを「はい」って買ってそれだけ持って帰ってでそれ見てみて。ダメだったらもう帰ってそうですね、勉強材料にして帰ればすぐね。俺デビュー戦突っ張り棒4本だったもんね。初めて買ったもの間違って突っ張り棒4本を1,500円かなんか。でも市場によってははい禁止のとこもあるから、ああそうね、ちょっと上がってねっていう。ご注意ください。やってて思ったのが、例えば駆け出しの人と駆け出しの人がいて、その2人が競ってしまった場合適正価格で競れないじゃないですか。あら、うん、そう、その時は不調を使って使いこなせる方が有利に立てるっていうぐらいかなっていう。確かに、なるほどね。うん、だからおいくらいくらみたいな感じで乗れなくって落とせるみたいな。でもなんかチャットでなんかね、地域差があるみたいな。あ、そうなんですか。ぽいね、いろいろね。なんか大阪は後やり上等みたいなのがね、やりにくい。ルールによっていろいろあるから。でも今日も大概ですよね。まあ大概、まあ大概言って大概ですよ。まあ隣もね、そんな感じだった。あ、だ俺アクセ買った時言ったよね。俺パーっつってで4秒後ぐらいに1万っつって、俺遅いよっつって8,000円で叩いてくれたっていう。違う人の時じゃん。うん、あれ自分の時だった。そうそうそう、俺が8,000円っつって1万っつってきたから遅いっつって8,000円にしてくれた。もう答えちゃったからね。このように上級者が文句言いますから、後乗り気をつけてくださいね。上級者が「おっそー」とか言ってたよね。聞こえるぐらいにね、遅いっす。これ慣れてる人はね、競りをやってる人の目の前に座ってたりするんで、うん、一番ね最前列で参加してたりするんですよね。だから声が届くのよね。おっそうとか言って、はい、気をつけてください。まあね、出るとこか取りに行くとこ取りに行って、譲るとこを譲って、そうですね、うん、でまあ挨拶して、はい、仲良くしときゃ絶対うまくいくと思います。はい、今日も挨拶ないよって喧嘩してた。喧嘩してたね。最後喧嘩してる大人2人がいましたけど。あれ、ほんまにみっともないわ。言うな。見てた。ダメだ。ダメ。先輩なんだから。はい。ということで。今のところ切れないよね。ライブなんだから。